皆さんこんにちは、リベーズ株式会社の牧口です。本日はですね、ソフトバンクのビジョンファンドが見る不動産の未来というテーマでお話しさせていただきたいなというふうに思っております。ソフトバンクはですね、WeWork に20億ドル出資なんていうですね、大きな見出しで、多くの方がすごい WeWork に対してですね注目をしたというのはですね記憶に新しいことだと思いますけれども、実際ですねソフトバンクビジョンファンドですね、続々と不動産関連の会社に出資を決めています。ソフトバンクのビジョンファンドですね、2017年の5月ですか、発足をして PIF だとか、あとはクアルコムだとか、あとはラリーエレクソンですね、オラクルの共同設立者ですけども、そういった名当たるプレイヤーがそこに参画をしてですね、その運用規模が10兆円というですね、非常に莫大な運用資産を誇るファンドだということで注目が集まりました。実際ですね、ソフトバンクグループの2019年5月のですね、決算発表の時にはですね、10兆円規模のソフトバンクビジョンファンドが累計でですね、69銘柄、もう出資が決まりましたっていうのが報告されていました。累計の取得額ですね、601億ドル、約6兆6000億円ですね、6割使ったという話ですね。で業種としてはですね、トランスポーテーション、ロジスティックスが一番多かったということで2兆9000億円だったっていう報道がされていますけれども、実際にファンドの中身とか見てみるとですね、不動産関連の出資が非常に多くなってきているのが最近目につくという状況ですね。実際過去の出資の状況のプレイヤー、ソフトバンクビジョンファンドがどういったところに出資したのかということをですね調べてみたんですけども、カテラ、コンパス、オープンドア、レモネード、オーヨ、ウィーワーク、クラッター、レオノミーですね、そういったプレイヤーにですね出資の方を決めています。実際カテラには1000億円ですね、コンパスには488億円で、レモネードには130億円ですね、で実際ウィーワークには約5000億円という形でですね、莫大な金額をそれぞれのプレイヤーに出資してきているわけですね。実際どういうふうなサービスをやっている会社なのかということをよくわからない方も多いと思いますので、簡単に説明させていただきます。カテラ、ホームページこちらですね、カテラは2015年の、創業です。マイケル・マークスによって作られたゼネコンですね。何をやってるかというと、デザインとサプライと、アセンブルですね、それを全部ワンプラットフォームでやることによって迅速に建築物が建てられますよみたいな話でですね、結構しっかりした、建築物が17日でできちゃうみたいな話とかも報道されています。やってることはですね、これプレハブじゃねえのっていう風な形でですね、ダイオハウスとかと何が違うのかなって思ったりするんですけど、それをよりですね、IT のツール使って効率よくやってるっていうモデルだと思います。ゼネコンですから、非常に大きなお金が必要だということでですね、ソフトバンクの方も出資を決めてるわけです。コンパスですね、コンパスもですね、いろんなところで話題になっている、アメリカの不動産テックプレイヤーですけれども、基本的には高級不動産をターゲットにしてですね、力のあるエージェントにどんどん優遇政策を行って、エージェントを囲い込んでですね、中海のマーケットを、シェアしていこうという、そういう戦略でやっているところですよね。よりレッドフィンに比べてより実業の中海に近い版ですね。特徴としては中海会社への手数料は 0% と、現在の中海会社からの移籍金も払うだとかですね、エージェントにそれぞれストックオプションを渡すだとかですね、でそこでテクノロジー使うことによって生産効率が上がったり、エージェントが利用可能な豪華なオフィスを提供したり、いろんなですね優遇施策して優秀なエージェントを囲い込もうみたいなことをやってるわけですね。実際、ちょっと収益モデルとしてはですね、コストがかかるモデルなので、そういった意味で言うと他の不動産テックのプレイヤーに比べれば結構収益率は上げにくいビジネスモデルですね。オープンドア、これは昨今話題になっているアイバイヤーですね、インスタントバイヤーということで他の動画でも簡単に説明させていただきましたが、インターネットバイヤーともいうふうに言われることもありますし、アイバイインスタントリーということでですね、私が直接すぐに買いますよみたいな、そういう形でですね、アイバイヤーなんて言われるプレイヤーが、どんどん出てきている中の代表格ですね。オープンドアが、パイオニアだったわけです。その後、オファーパッドだとかジローも参入しましただとかですね、昨今、オープンドアとレッドフィンの事業提携決まりましたみたいな話のニュースも出ました。非常に注目が集まっています。何やってるところかっていう話なんですけども、2013年に創業したオープンドアなんですが、基本的にはですね、買取再販のビジネスモデルやってます。アルゴリズム使うことによってですね、オンラインで迅速に物件価格査定して、数日以内にですね、現金でオファーを送るということでですね、物件を売りたい売り主はですね、現金化が非常にスムーズになるっていうビジネスモデルですね。
まあ、ただし、コンパスみたいにエージェントに寄り添うというビジネスモデルではないので、まあ、結構オープンドアも敵が多いですね。まあ、ジローが出てきた時も敵結構多かったんですけど、ジローを使うなみたいなことを言うエージェントもいたんですが、オープンドアはもうちょっと顕著で、まあ、手数料実際より高いじゃねえかみたいな話で、動画とか上げてるアメリカのエージェントとか結構いますね。実際、ホームページ上ではですね、6、7%の手数料みたいなことをやってるわけですけども、物件の状態だったり時期だったり、まあ、彼らの持ってる在庫の量によってですね、手数料率を上げたりしてるわけですね。過去、今はそのホームページに載ってないですけど、過去だと16%の事例もあったみたいな話でですね、取引の時に関わる手数料でもう儲けてると。まあ、買取再販だったら日本の場合手数料なんかかかんないっていうのが発想なんですけど、まあ、アメリカは売り主が仲介手数料を払うのが一般的なので、まあ、そういったところで収益をしっかりと確保しているっていうのがオープンドアの強さなんですが、まあ、そうは言ってもですね、まあ、先ほど言った通り、まあ、アンチも多いという、まあ、ビジネスですね。で、レモネードですね。こちらはですね、損害保険、ですね、火災保険だとかっていうものがですね、まあ、非常に、スマートに、契約できるというビジネスモデルですね。実際にですね、特徴的なのはチャットボットを利用してですね、保険の約款の策定業務、ほとんどチャットボットでやってますと、コンピュータ処理でやってますっていうところですね。まあ、AI じゃないみたいなんですけどね。で、それで大幅なコストダウンしているというところですね。まあ、あとはですね、まあ、ユーザーの良心に訴えるというわけじゃないですけれども、過大な保険請求をしないようにですね、余ったお金はチャリティー団体に寄付するんで、あなたの好きなところ選んでくださいねみたいなこともやったりしてますね。まあ、実際、まあ、オイオとかはですね、今更説明するまでもないと思うんですけど、まあ、短期の賃貸貸しですね、まあ、分かりやすく言うとサブリース会社のですね、まあ、それ以上でもそれ以下でもないっていうのが私の感想ではあるんですが、まあ、実際、まあ、結構サイト見てみるとですね、賃料高いなという話になっててですね、まあ、これ敷金礼金いらなくて相場よりちょっと高い賃料で短期に貸しますみたいな話だったら、これレオパレスじゃねえのみたいな話で私とか思ったりしてるわけですけれども、まあ、実際、まあ、それぞれですね、買取再販だったりですね、オンライン査定だったりですね、まあ、プレハブみたいなカテラみたいなサービスだったりですね、まあ、こんなの日本でも全然あるビジネスモデルの形態ですね。まあ、ポイントは IT 使うことによって、まあ、それが迅速にスマートに、まあ、効率よくできますといったところが、まあ、今の不動産テックの、まあ、特徴ですね。まあ、なので日本の不動産マーケットの中で存在していたビジネススキームを、まあ、大規模にお金投下してやったら、まあ、これだけ時価総額が上がるっていう事例ですね。まあ、WeWork もまあ説明するまでもないですね。で、実際ですね、まあ、ソフトバンク、ビジョンファンドが出資したところと、まあ、もともとソフトバンクが出資したところも全部これ混ざって説明してるんですけど、まあ、整理してみるとですね、商業物件と住宅物件、両方全部押さえていこうとしていると。で、まあ、建築のところからですね、売ったり買ったり仲介したり、まあ、そういったところを抑えていくのが、まあ、コンパスとオープンドアで、貸すマーケットによって確保していこうというのがオーヨとウィーワークで、まあ、そこに、まあ、火災保険ってついてもあるのでレモネードに出資して、引っ越しの時に不要な荷物とかを預かってもらわなきゃいけないんで、クラッタとかに出資してるみたいな、そういう感じですね。なので一連のエコシステム作ろうとしている感じが見て取れます。それぞれシナジー効果が非常に高い感じで出資はしているように見えますね。ただ実際、いろんな報道とか見るとですね、まだそれぞれ、何か組み合わせてサービスを連携させていこうっていうところまではやってないですし、孫さん自身もですね、まあ、そういったところに口出しはしないよみたいなことをメディアとかに話したりしてるので、まあ、それぞれがですね、自助努力でそれぞれ連携を図っていくのかなみたいな話ですね。まあ、そんな中で、まあ、今オープンドアとレッドフィンが、事業提携しましたみたいな話でですね、まあ、いよいよレッドフィンとコンパスもライバルだったのにみたいなのをこう思いながらですね、勢力バランスっていうのが、まあ、複雑になっていくなという思いで私の方は見てます。まあ、実際ビジョンファンドなんでですね、こんなに不動産関連に出資してるかっていう話で、公表されてない数字もいっぱいあるんですけど、累計見てみると大体7000億円以上はですね、不動産関連に出してんじゃないかなっていうような感覚ですね。で、まあ、実際、まあ、なんでやってるかっていうと、ビジョンファンドってその規模がでかいので、まとまったお金を投下する先が限られてるわけですよね。だから AI とかロボティクス関連だけでですね、10兆円なんて、まあ、当然使い切れないので、まあ、なので実際に、まあ、マーケットとして大きな金額を必要とする不動産っていうのはですね、投資しやすい市場だったっていうところですね。まあ、実際にWeWork なんてもうオフィスとか、まあ、大規模に改善したり、まあ、回収したりしなきゃいけなかったりするんで、まあ、巨額の資金とか必要になってきますし、損保会社とがっぷり四つで戦おうみたいなレモネードみたいなところもですね、すごいお金が必要になってくるわけですね。さまざまなところに出資をしているので、それぞれのシナジー効果が、まあ、どんどん見込めてくればですね、まあ、より新しい世界観っていうのもできやすくなるかなというふうに思ってます。
まあ、商業物件のソフトウェアとか、Wi-Fi オートメーションだとかセキュリティだとか建築の現場で使われるドローンだとか、まあ、実際トランクルームだとか、まあ、それぞれ組み合わせるとですね、いろんな面白いことができそうだなっていう話ですね。なので、実際、まあ、タイトルカンパニーや、インシュランスカンパニー、エスクローカンパニー巻き込んでですね、不動産の取引全般に関わる一連のプロセスをですね、それぞれ、全部効率化 しちゃえっていう発想が、まあ、見て取れる感じですね。はい、まあ、これからますますですね、孫さんは、出資の方を進めていくと思うんですけども、まあ、残りまだ4兆円ありますからね、まあ、その中でですね、新しいエコシステムの中でですね、それなりのシナジー効果が、期待できれば、まあ、まさにワンストップサービスを提供しているアマゾンのような世界観も実現できるかなというふうに思っておりますが、まあ、プレイヤーはまあやはり、ソフトバンクが出資しているところだけではないのでですね、その勢力争いが、まあ、今後、まあ、どうなっていくのか、それが、まあ、日本にどういう影響を及ぼすのかという点についてはですね、引き続きウォッチをしてですね、報告させていただきたいなというふうに思っております。本日の動画は以上とさせていただきます。ありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。